はい、会津稲荷明神到着です。会津稲荷大明神ですね。まず最初の目的地はこちらです。ちょっと車の音がうるさいですけど、こんなところにあるのか。では、続きまして粟田神社の方に参りましょう。こちらですね。あれ、これ渡れない？横断歩道こっちですね。この先を行きますと南禅寺があるので、観光客はここを歩いて さっきの東山駅とか駅来てるかな。あと平安神宮もあるんで、でたくさんの外国人観光客がこちらを歩いてました。はい、続いてこちら粟田神社です。1の鳥居を抜けて次が2の鳥居ですね。で、粟田神社の2の鳥居ですね。前にこっちだね。入ります。ここ駐車場でしょ。どっかにあったような、こっちか、ここですね。はい、こちら映ってるかな、火事神社です。刀とか刃物の火事ですね。それの神社になります。で、こちら菊の御紋ありますね。なんて書いてあるの？ちょっと読めないですね。はい、それでは粟田神社行きましょう。さあ、ちょっと坂が続くんで、そんな階段じゃないんでね、まだマシですね。観光客がいないんでね、まだ静かでいいです。こちらはね、前にテレビでやっててね、それでちょっと興味を持ちまして、で、刀剣の御朱印、もらえるよ4つの神社回る、必要があるんで、あと残り前に行った
豊国神社ですね。豊国神社と富士の森神社だったかな。観光客いるね、やっぱし。着いた。見えますかね、あちらが平安神宮の鳥居ですね。粟田神社からの景色はこんな感じです。北向稲荷神社、お稲荷さんだから狐がいますね。そしてこちらが出世恵比寿神社ですね。うん、お参りしておきましょう。それでは御朱印をもらって帰りましょうかね。こっちからでいいよ。はい、粟田神社の御朱印いただきました。そしてこちら梶神社の御朱印もいただきました。で、最初に行った会津稲荷大明神の、御朱印もいただきました。残念ながら刀剣の御朱印は完売してしまって
入手することができませんでした。やっぱりテレビでやってた影響なんですかね。はい、残念なことにゲットできずということです。じゃああとは、豊国神社と、富士の森神社の方に、後日また伺いたいなと思います。以上、粟田神社からお送りいたしました。